はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら NBOX のね、福祉車両ということで早速見ていきます。ホンダ NBOX G スロープ L ホンダセンシングということで、いやこういうね、福祉車両車もあるんですね。屋根の部分とボディの部分がツートンカラーで、結構これプリンみたいなカラーリングですよね。で、特徴的なのがね、この後ろですね。ちょっと開けてみましょう。後ろね、こんな感じになってるんですね。車椅子をね、後ろから入れれるようにスロープがついております。はい、こんな感じでね、スロープが出てきました。結構軽かったですね。で、この両サイドにね、持ち手があります。後ろはね、こんな感じで、車椅子乗せれるようになってるんですが、内装はね、普通の NBOX と、変わりません。ほら、こんな感じ。この NBOX ね、なかなかカラーリングセンスいいですよね。で、後部座席ね、ここ引っ張るとほら、簡単に片手で倒すことができます。 NBOX ね、やっぱこの両面スライドドアがね、すごい使い勝手がいいと思います。いや、こんなにね、ほらこんな開放感。まあ後ろ倒すとね、かなりのスペースが確保されます。で、車椅子をね、設置するんですが、ここにね、ちゃんと説明書きが書いておりますね。ウィンチの、主電源があります。ちょっと押してみましょう。長押ししましょう。そうすると、これがフリーになりますね。今ね、ちょっと手伝ってもらってます。こんな感じで、あ、結構ウィンチが長く出るんですね。これで引っ張っていくと。先にね、だいぶ下準備が必要ですね。ハンドル前にしたりとか、このパネルをね、取るらしいです。ではちょっと車椅子乗させていただきます。お邪魔します。うわ、こんな感じか、こんな視線か。じゃあ、すいません、お願いします。お、これ今、後ろを押してくれてる感じですか？そうですね。お、プラス、引っ張ってると。はい。あ、なかなか、スムーズに行きましたね。はい、今ね、こんな感じで、シートベルトね、2点止めです。肩の部分と腰の部分、これ、しっかり止めてくださいね。後ろのスロープはこんな感じで直してあげ、ここにロックをかけると、はい、これが両サイド、はい、でこれで固定です。あ、バッチリ固定。結構ね、中ゆとりがありますね。横のこのハンドル、これね、あると結構安心感が倍増します。はい、いかがでしたかね。福祉車両ですけども、結構ね、見た目がおしゃれでいいなと思いました。グレードはね、G スロープホンダセンシングということで、まあホンダセンシングもついて安心安全ですよね。こちらの車はホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、NBOX G スロープ L ホンダセンシングでした。じゃあね、バーイ、シュー。